これより令和臨調の政治資金制度改革等に関する緊急提言に関する発表記者会見を開催いたします。ご対応のところ、多数お集まりいただきましてありがとうございます。本日は冒頭新浪さんより発言があります。その後谷口さんより緊急提言の内容についてご説明いただけます。その後秋池さん、宍戸さんからコメントをさせていただき、最後に共同代表の佐々木さんからコメントをいたします。その後質疑応答の時間を取らせていただきます。ではまず新浪さんからご発言いただきます。令和臨調、統治構造部会共同座長をしております新浪剛です。よろしくお願いいたします。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。それではちょっと座ってお話をさせていただきたいと思います。ご承知の通り1月26日に召集された通常国会はまさに政治改革国会と言えると思います。すでに与野党間で政治と金をめぐりまして本格的な議論が始まっております。こうした状況を踏まえて私ども令和臨調としましては、政治資金制度の改革およびこれと不可分の関係にあります政党の改革について第1回目の緊急提言を公表することといたしました。提言の内容は総括の谷口先生からのご説明をいたしまして、その後先ほど申し上げましたとおり同席の皆さんからコメントをお願いしたいと思います。その後報道の皆さんと質疑応答をさせていただきたいと思います。今回の最大与党である自民党で起きた不祥事につきましては、私自身個人的な感想ではありますが、一言述べさせていただくとますと、旧統一教会から始まり、また日本大学、そしてジャニーズや、ビッグモーターなど芸能界、宗教、企業、大学、そのいろんなところで不祥事が引き続き起こって、昭和平成の時代に作られた組織や運営の実態がご案内のとおり次々と明らかになり、そんな中でいろんな形で社会の制度を変えなきゃいけないな、そういう見直しが求められている中で、ついに最後に政党の在り方が本格的に問われる、そういうふうになったな、そういうことが率直な感想で、昭和と平成のやり方そのもので、その中の平成の中で積み残してきた政治改革というものがついに我々としてぜひ変えなきゃいけない、そういうタイミングに来たと、そのように思います。先日まで毎年行くダボスに行ってまいりましたが、世界情勢はご案内のとおり大変な状況にあります。そんな中で本当に日本の中で政治が停滞してていいのか、私はまさにそういう中で停滞してはいけない、でも本当の今改革をしなきゃいけないとこを、このタイミングを逃してもいけないと、このように思います。そんな中で今国会の冒頭から三十数年前に本来であればもう道筋がつけたはずじゃないか、というような感じで政治と金の問題が再び議論されています。私は世界の情勢を考えて政治が停滞すること極めて残念で、こういう事態を引き起こしては二度いけないんだと、ぜひともしっかりとした私たち令和臨調としては今回を機に積み残した問題、そしてその後のことも合わせ提言をしていきたい、このように思っております。そこで今国会中に制度改革にまで踏み込んだ抜本的な議論を行い、国民の政治不信を払拭するような改革をぜひとも成し遂げていただきたい、このように考えております。そのためにも強調したいのは、民主主義のコストの名目で一体どの程度お金がかかっているのか、そしてまた全政党、全政治家の側から正直な吐露、説明がまだされてないのではないだろうか。改革の大前提として、入りと出を含めた政治と金の全体像を国民に対して明らかにすべきだと思います。まずは、
これは全政党において、また全政治家において、皆さんどういうふうにこの辺説明を果たすことができるのか、しっかりしていただくことが必要で、まずはもって今起こっていることもしっかりと説明責任を負って説明していただくことが肝要であると思います。その上で私たちが非常に重要だと考える民主主義であります、これをいかに維持していくか、このコストは一体どうあるべきか、このコストの実態が誰がどのような形で負担していくべきか、この問題については政治の側と国民の側で率直な対応を改めて開始していかなくてはならない、そのように思います。今回の令和臨調の緊急提言はそうした問題意識から改革案を取りまとめております。ぜひとも与野党の政治家皆さんにその趣旨を受け止めていただきたいと思います。最後になりますが、結局のところぜひとも強調したいのは、今回の政治と金の問題は政党のガバナンスをどう立て直すべきか、これを問題を抜きにしては根本的な解決にはなりません。自民党内で派閥解消問題で揺れておりますが、本質を私たちはついた議論をしていかなきゃいけない。派閥からの脱却は政党ガバナンス改革なしにしては不可能であります。与野党ともに政党のガバナンスの在り方を改めて議論すべき時期に来ております。今回の提言ではその最初のステップとして10項目の政党ガバナンス行動を求めました。この10項目はこれで全てではなくて、あくまでも始まりだと考えております。国会議員審議の経緯を踏まえながら、さらに提言を推し進めていきたいと考えております。ぜひとも各国会議員のそれぞれの方々がよくよく日本の将来を考えていただき、ぜひとも政党ガバナンス行動が実現され、それがしっかりと効果が出すように、それぞれのリーダーシップを発揮していただきたい。ぜひとも政党法になるようなことのなく自らが動く、そういう政治家をぜひとも私たちは応援し、今回これを機にして政治家の皆様がそれぞれ良識を持って動いていただくことを大いに期待したいと思います。以上です。ありがとうございました。はい、続きまして、谷口さんより提言の内容についてご説明いただきたいと思います。はい、それでは政治資金制度改革等に関する緊急提言、民主政治を支える国民の健全なインフラとしての政党政治資金制度の確立をの概要を主に資料1に基づきましてご説明させていただきます。まず基本認識であります。今般の派閥主導の政治資金パーティーをめぐる疑惑はかつてのリクルート事件としばしば比べられますが、有力派閥が組織ぐるみで裏金をこしらえていたという点、そしてその裏金がどのように使われていたかを考えますと、リクルート事件よりも問題の根は深いと言えるかもしれません。いわば病根は政党のガバナンスそのものにあるわけでございまして、今般の政治資金パーティーの問題は、その病気の症状の一つに過ぎないのではないでしょうか。平成の政治改革は、同一政党の候補者同士が利益誘導をめぐって競争する候補者本位の政治から、政策中心、政党本位の政治への転換を目指すという一貫したコンセプトのもとに、選挙制度や政治資金制度など一連の改革が行われました。その結果、有権者の投票行動や党執行部のリーダーシップなど相応の効果は見られたものの、肝心要の政党のガバナンスがまるでなっていない。平成の政治改革の最大の積み残しである政党のガバナンスを確立しないことには、日本の民主政治そのものが立ち行かなくなってしまう。こうした危機感のもと、まずは政治と金の問題を、そして政党と政党のガバナンスの問題について、
緊急に提言をさせていただく次第です。第1の政治資金制度の緊急改革は、通常国会において合意すべき事項と、制度設計等には若干の時間を要すると思われるために、通常国会中に少なくとも与野党で道筋を詰めるべき事項、そして中長期的な合意形成課題の3つに分けて提案をいたします。全体像の中のそれぞれの位置づけは、資料の2を適宜ご参照ください。強調させていただきたいのは、これはウィッシュリストではないということであります。現在、野党各党は先陣を競い、競って高い球を投げております。これに対して自民党は、野党の足並みが揃わないことを見越して、あえて踏み込んだ提案をせずに、少しずつ譲歩をするサラミ戦術を狙っております。このような政治的駆け引きに国民は辟易しているのではないでしょうか。我々の提案に対して足りないという反応が出ることは覚悟しております。しかし私たちは、実現のできない理想を語るよりも、実現に向けた道筋を描くものであります。与野党妥協のたたき台として、この提言を世に問いたく存じます。第1は、現在1回20万円となっているパーティー券購入者の公開基準を寄付と合わせて5万円に引き下げること。これは最低限必要であります。第2、パーティー券の売買に限らず、現金による政治資金の授受を禁止し、銀行振込やクレジットカードなど、収入に関する客観的な記録を残していただくことも、いわゆる入りの監査を実現するために必要であります。第3に、政治資金収支報告書について、今般立件されなかった議員は、単なる記載漏れとして政治資金収支報告書の訂正で終わりにしようとしておりますが、今後はこのような誤記載に対してもペナルティを課すこと、そして故意または重過失による虚偽記載に関しては、いわゆる連座制と同様に政治家の責任を問う仕組みを求めます。次は5ページ以下。今通常国会中に与野党で道筋をつけるべき事項です。第1に、政治家には政治資金収支報告書の作成・公開を、そして総務省と都道府県選挙管理委員会には報告書の公開をデジタル化して、国民がより調査・分析しやすいよう公開性を高めていただきたいと思います。DX、デジタル行革の旗を振るなら、まずは政治家、行政機関が先頭を切っていただかなくてはいけません。第2は、企業団体献金を受け取れる政党支部の数を制限することです。現在は、国会議員や地方議員の候補者の個人後援会の別動隊などとして、何千もの政党支部が作られており、これらはすべて企業団体献金を受け取れる、企業団体献金規制の大きな抜け穴となっております。せめて企業団体献金の受け皿を県連レベル以上に限ることにより、どの企業がいくら献金したのか、透明性を高めることが必要です。第3は、政党からの政策活動費や国会議員の調査研究広報滞在費、現在、渡し切りで使途公開義務なし、非課税となっているこれらの経費について、使途の公開を求めます。政策活動費については、政党助成金を原資にしていないであるとか、政治活動の自由といって、使途公開に消極的な声も聞かれますが、
政党助成金を受けているからこそ他の収入を政策活動費に回せているのでありますし、政治資金の寄付とて受ける側も出す側も税制上の優遇を受けております。政治資金規正法にも掲げられている政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の常財であることに鑑み、その収支の状況を明らかにする、こういう重要な公共の利益のためには、この文脈で言われているところの政治活動の自由なるものに対する制約は正当化されるものと考えております。第4は、政治資金政党助成金等を監督する独立性の高い第三者委員会の設置です。現在の政治資金監査は、政治資金収支報告書における支出の記載と領収書の突合を外形的に行うだけにとどまっておりますが、収入の監査や支出の妥当性を含めて質問、監査、現地調査など実質的な調査を行ったり、違反行為に対して行政罰を科したりする権限を持つ機関の設置が必要であります。具体的なイメージは別紙資料3をご覧ください。第5は、政党助成制度の点検と見直しです。国会議員が政治資金規正法に違反した場合には、当該議員が所属する政党に対する政党助成金を減額すること、さらに今回のように重大な違反があったときには、翌年の政党助成金を不交付とすることも含めて制度の見直しを求めます。より中長期的には、政党や政治家の諸活動に関わる既存の制度や法律の総合的な再検討が必要です。これまで対処療法的に建て増しを繰り返してきた結果、複雑さを極めている現在の選挙運動規制や政治資金規制の仕組みを、この際、抜本的に見直すことを検討する時期に来ていると思います。政治資金パーティー問題や江東区長選挙事件がそれぞれ病気の症状であるとしたら、その病気の根源、病根は政党のガバナンスであります。現在自民党派閥の解散をめぐって注目が集まっておりますが、重要なのは上辺だけ派閥を解散するか否かではなく、派閥があろうとなかろうと派閥を必要としない党運営を確立できるかどうかであります。政治資金パーティー疑惑は自民党に生じましたが、政党のガバナンスがなっていないのは与野党50歩100歩の共通的な課題であります。各党には既存の法制度を前提とした運用レベルの取り組みとして、詳細かつ実効性のある政党ガバナンスコードを策定または厳格化することを求めます。ここでいう政党ガバナンスコードには少なくとも以下の事項が含まれていることを期待しております。第一に、女性や若者をはじめとする多様で幅広い候補者のリクルートメントの方策を明らかにしていただきたい。第二に、党内でのリーダーシップ養成と方策、リーダーシップ養成の方策と選抜のルールです。これらは派閥の機能ではなく、本来政党そのものの役割です。机上の空論を申し上げているのではなく、せめて一般企業並みの人材育成ポリシーや人事評価の仕組みを党としてお持ちいただきたい。第3に、衆参各院の委員長や委員会理事を含む議会、議事及び党運営におけるジェンダー平等など、議員の多様性を反映させるための方策です。
第4は意思決定の基本的ルール、特に選挙公約、総選挙の場合は政権公約ということになりますが、これらの策定手続きです。選挙の直前になって突然降って湧いたかのように公約が作られるのでは困ります。毎年の党大会をセレモニーにはせず、党の基本政策をめぐる全党的な議論の場にしていただく必要があります。第5は、党内の意思決定に関する情報公開のあり方です。職務権限を伴わない属議員をはじめとする与党事前審査で実質的な意思決定が行われるのは問題があります。国会改革の方針と連動して、オープンかつ事後の検証が可能な仕組みを作り上げていただきたいと思います。第6は、個人後援会や地方議員団の別名にとどまらず、政党の民意集約機能を高めるための政党支部組織、スタッフ配置のあり方です。これも無理難題を申し上げているつもりはなく、自民党は1991年に制度改革に伴う党運営方針という文書をまとめております。言いっぱなしになっているこれを現在に合うようにアップデートした上で実行してください。これだけの話であります。第7の調査研究広報滞在費制度の使途制限や公開方法、第8の政治資金政党助成金を含むの上乗せ横出し規制と公開、問題発生時の対応方法については政治資金のところで申し上げたことを党側からも徹底するということであります。第9は、疑惑が生じあるいは問題を起こした議員に対する説明責任確保と処分のあり方です。今般の政治資金パーティー問題をめぐって文字通り帳尻を合わせる議員が相次いでおります。これで説明責任を果たせたとお考えか。自民党以外も将来自分の政党でこのような問題が生じたときのことを考えて、あらかじめルール化していただきたいと思います。そして10番目に党籍移動のルールです。離党者が出てから議席を返すの返さないの求める姿は政党不信を高めるだけであります。党ごとにあらかじめルールを決めていただきたいと思います。政党こそが憲法が保障する結社の自由の最たる対象であるという点を考慮して、今回の提言はあえて政党の自律性の発揮による政党ガバナンスコードの強化を要請するにとどめております。しかし、年間300億円を超える政党助成金を受け取りながら、今回をはじめ各政党のガバナンスの緩さはいかがなものか、政党法を制定すべきではないのかという声は日増しに強くなっております。もし今回各党が必要な対応を行ってくださらないのであれば、いわゆる政党法制定の検討を視野に入れざるを得ない、そのような危機感を持っていることを付言いたしまして、今回提言の説明の結びとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、続きまして秋池さん、宍戸さん、佐々木さんより順にコメントをいたします。じゃあ秋池さんどうぞ。企業経営において競争力と企業価値向上のためにコーポレートガバナンスの強化は必須となっています。実効的なコーポレートガバナンスの実現に向けて2015年にコーポレートガバナンスコードが策定されて、この10年ほどでガバナンス体制を構築する環境は飛躍的に向上しました。ただ当然ながらこのコーポレートガバナンスも時代の状況に応じて今後も継続的に工夫を重ねていかなければならないものではありますが、これのもたらした変化は大きかったものです。
で政治は民間の経営と異なるところも多いのですけれども、より良い社会を目指す取り組みのためにはコーポレートガバナンスが応用されうることもあると令和臨調では考えています。良識ある政党政治に基づく議会運営が民主政治の根幹であり、政党の果たす役割は大きい、というところもありまして、与野党問わず透明公正かつ迅速な意思決定を行う仕組みとして政党ガバナンスコードを策定し、政党の基盤強化や価値向上を実現していただきたいと考えておるところです。宍戸さんどうぞ。私から2点申し上げたいと思います。で第一はその政党のガバナンスがなぜ大事かといえば、この新浪さんが冒頭おっしゃったように、そのこの非常に課題の多い社会、価値観も多様化し、またですね、さまざまな資源制約を抱えるこの社会を適切に運営していく、ガバナンスをすると、その政治のガバナンスを政党、また政党間の健全な競争が担っているからであります。憲法上の存在である国会の衆議院参議院の両議員、それから内閣行政、地方の政治、そして社会各層を自由な形でつなぎ、国民の政治的な意思を形成し、責任を持って実施し、また批判する、そして選挙で選択されると。政党はこのような意味で民主政治のガバナンスにとって決定的に重要な存在であり、なればこそ政党のガバナンスが確立されない限り、この民主政治、ひいては社会のガバナンス全体にとって危機的な状態であるという認識から、このような提言をしているということにぜひご理解をいただきたいと思います。もう一点は、本日お集まりの報道の皆様に、これは私個人として申し上げたいことでありますけれども、複数政党制とメディアの多元性、これこそが自由で民主的な政治の根幹であるというふうに、私たち憲法の研究者は考えてまいりました。で、今回、政党のガバナンス、あるいは広い意味での統治機構改革というものを議論していくにあたって、ぜひ報道の皆様におかれましては、いわゆる政局、あるいは権力闘争と、そこにのみフォーカスするのではなく、いかなる改革提案を真剣に各党、各政治家、あるいは社会の諸勢力が考え、現実に実施しようとしているのかと、ぜひそういったことを意識して、この政治全体のガバナンス、あるいは社会のガバナンスということに、報道の立場から厳しく批判し、また参画をしていただくことを一研究者として希望しております。私から以上でございます。はい、次に佐々木さんどうぞ。はい、三十数年前、第八次選挙制度審議会の委員として、当時の政治と金の問題に対応してきた人間の一人として、今回の出来事は誠にそれこそ失われた三十数年というものを血でいく出来事でありました。三十数年前も、これからは政党が自らを鍛え、改革を遂げていく主体であるということで委員の話を締めたわけでありますけれども、今回起こった出来事は、そういう期待とは逆の方向へ政治が動いていたということを明らかにした極めて残念であるのみならず、深刻な事態であると考えております。まあ、そういうことで、我々令和臨調としても、別にこういうことを予期して第一部会を設定したわけでもありませんが、不幸なことにそういう
事態が起こって我々の検討と一種の出会いが起こったということ、そしてその意味でこれは共同代表の緊急声明という形で資料4にあります。皆様方に我々の意のあるところをお伝えし、新しい政治改革の起点として今回の出来事を忘れるわけにはいかないということをお伝え申し上げたところであります。資料4にはたくさんの項目が並んでおります。谷口司さんからも報告があったように、今日のお話はその一部を中心にした報告でありまして、文字通りその背後にはたくさんの問題が課題があるわけであります。その意味で今日の我々の意見表明で我々の活動は終わりになるのではなくて、これから加速していくように努力をしていきたいと思っております。まず最初の具体的な提案として、資料3、別紙というのが入っております。これは先ほどお話があった第三者機関、政治資金委員会仮称の構想と、これまでお話のあったようなさまざまな改革も合わせて政治資金規正法など関連の改正事項について取り急ぎまとめたものでありまして、今回の事件の処理に際して各党には叩き台としてこれを活用していただきたいと強く主張したいと思っております。まだ昨日聞いてますと空中戦でありまして、制度改革にまでの道のりは大変厳しいものがあろうかと思います。我々の提案が叩き台としてその道行きを少しでも楽にすることができれば大変嬉しく思っております。以上2点について追加的な説明をさせていただきました。ありがとうございました。それではこれから質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。マイクをお持ちいたしますので、会社名お名前をおっしゃっていただいた後で、ご質問をお願いいたします。それでは挙手をどうぞ。はい、時事通信の木田と申します。政党ガバナンスの関係でお伺いします。派閥移管にかかわらずそれを必要としない党運営、政党ガバナンスの確立に向けた実質的な改革議論が必要だということですが、令和臨調さんとして派閥の弊害についてはどのようにお考えになっているかということと、自民党の政治改革本部が中間取りまとめで派閥の政策集団への移行というのを謳っていますが、この中間取りまとめについてはどのように評価されているでしょうか。はい、谷口さんからこの点をお話しください。はい、ありがとうございます。平成の政治改革の時から
派閥というのは自民党自体がいらないというふうに規制していくべきものだというふうに書いているわけであります。ですので私どもとしてはこれがなくせとかなくすなとかいうのではなくて言ったことをやってくださいというのが私たちの立場であります。ただこれは派閥の定義にもよるわけでありまして、これは私個人の感想ということになりますけれども、この事件が発生をしてからにわかに派閥を政策集団と呼び、その政策集団の機能は若手の育成と政策の研鑽である、こういうふうに派閥の存在を正当化するような言説が非常に目立っております。しかしながら外国の政治等を見ていると、派閥がなければ若手の育成ができない、派閥がなければ政策の研鑽ができない、これは恥ずかしくて言えないことであります。なぜならこれらは本来政党が果たすべきことであるからです。しかしながら他方で、これも派閥の定義によるわけではございますけれども、かつて大平正芳元総理が人が3人おれば2つ派閥ができるというふうに言った通り、これは遅延であったり、あるいはその相性の良さであったり、あるいはもしかしたらその政党、政策の近さによって、グループ的なる派閥的なるものというものが生じる、これを避けることはできないと思うわけであります。分派の禁止みたいなものを政党ガバナンスコードで定めろというつもりはないわけであります。ただ、それと先ほど申し上げたような派閥が、排他的なメンバーシップを持ち、あるいはその決まったところに事務所を持ち、スタッフを持ちというようなあり方とはやはり別ということになっているので、そういった派閥的なるものがあろうとなかろうと、その政党が本来果たすべき機能を果たす、その上でグループができるのであれば、それはそれということで考えておる次第であります。もう一つ その中間報告についての取りまとめではありますが、これは私の自民党刷新本部の方にも外部有識者として呼ばれて、そこで申し上げたことですが、先ほど申し上げたことと重複をいたしますが、2点のことを私は党役員の皆様に対して申し上げました。1点は、ここに書かれたことはやり遂げてくださいということを申し上げました。やればやったで、それはそれなりに立派なことであるわけですけれども、考えようによっては、いくらでも抜け穴を作ることができることがそこには並んでいるわけであります。ですので、額面通りやってくださいというのが一つ、それからもう一つは、これで終わりと思っては困りますよということであります。中間取りまとめというふうに彼らも謳っているわけですから、これはあくまで第1弾であって、国会の中で与野党協議が進むにつれて、第2弾、第3弾というふうに改革提案が自民党の方からなされていくことを期待しておりますということを申し上げた。この意見は現在も変わっておりません。はい、こちらから手が上がっておりました。どうぞ。産経新聞の井上と申します。提言の内容はね、おっしゃった通り、叩き台としてはすごくいいのと思いますけども、この政党ガバナンスコード、ですけど、こんなもん出しても多分誰も聞きゃしないと思うんですが、やっぱり政党法というのは昔から政党ね、平成の政治改革の時から議論されてまいりましたけども、今回まだ踏み込んでないというのは、これはどういう点を懸念してのことなんでしょうか。もう本当に国税がもう政党助成金に入っている以上は、政党法を作っても全く、問題ないんじゃないかと思いますが、その辺新浪さんはどうお考えかお聞かせてください。はい、じゃあ新浪さんご指名がありましたから。はい、先ほど私の挨拶でシニカルに申し上げた次第なんですが、このガバナンスをしっかりできないんであれば政党法をやるしかないねということで、私どもは先ほど申し上げたとおり、今回、良識を持って対応するという、期待をしております。ということは、その期待通りいかないんであれば、私は政党法に行くしかないと、このように思っておりまして、正直申し上げまして、政党法に対するあり方、どういう内容がいいかというのは、しっかり私たち臨調としても今後話していかなきゃいけないことであり、いろんな先生方もいろんな思いがあるというふうに思いますので、おっしゃる通り、しかしまずここでしっかりやってくださいなと
ということ、そして現実的にまずそこから入りやすいんじゃないかなというふうにも思います。それについて、これからぜひとも自民党のみならず、他の野党の皆さん、そして公明党をはじめ、皆さんがこちらの方に向いてしっかり議論してくれることが必要だと、またその議論の過程において、最終的にそれで不純であり、またできないということであれば、政党法に行かざるを得ないと、これは残念なことだなというふうに思います。法律で規定すると、自らの良識を持って政治に当たらないということが、示されるわけですから、私はそうならないことを願っているということで、ご挨拶に申し上げた次第です。宍戸さん、補足ございますか。簡単に補足をさせていただきます。政党法がですね、どういうふうに考えるべきかということ自体ですね、今後令和臨調の中でですね、さらに統治機構改革を議論する第一部会で深めていきたいというふうに思いますけれども、一方で今おっしゃいましたように、政党助成があるという中で、その政党に対してガバナンスの確立を含めた政党法を定立すると、さらには政党間の公正な競争という観点から一定の規律をですね、特定の政党にかけるといったようなことを含めてですね、おそらく政党法という言葉について人々が思うことというのは、これは政治もそうでしょうし、国民の中でもそうだと思いますけれども、多様なものがあるというふうに思っております。でそこで、これらについて議論を整理しつつ、しかしまず当面の課題として、誰がどう考えても政党のガバナンスの確立というのは、これは求められることであり、そのガバナンスの確立がうまくいってるかいってないかと、そこを見ながら、さらにその政党の在り方、これは当然国会の在り方、国会内閣関係等にも波及いたしますので、全体として統治機構改革のそのパッケージの中で議論していきたいというふうに私としては考えております。はい、よろしいでしょうか。多数の方から手が上がっておりますので、それでは最初2番目3番目という、もう一方いましたね。はい、そうすると4人手が上がっておりますので、お一人ずつお願いいたします。毎日新聞の木下と言います。今回の問題というのは、派閥という存在を舞台にした政治と金の問題だというふうに認識していますが、本来だと平成の統治機構改革の時に、政権交代可能な選挙制度と首相のリーダーシップの強化ということで、制度設計がなされて、派閥というのはなくなるのではないかという想定が当時あったと思いますが、現在その政権交代というものの現実性が薄い中で、その自民党総裁イコール総理大臣という現実の中、その党内党である派閥というものが総裁選を舞台に権力闘争したことによって派閥が残り続けたという部分もあると思うんですが、令和臨調の皆さん方としては、なぜ派閥が残って、で、今回のその問題を起こした舞台である派閥がなぜ残ったのか、どのように認識されているのかお伺いしたいと思います。はい、じゃあこれ谷口さんからどうぞ。はい、ありがとうございます。平成の政治改革の結果、派閥のありようは大きく変わってはいると思います。なぜなら中選挙区制をやめたことによって、選挙区内で同一政党の候補者、具体的には自民党ということになりますが、自民党の候補者同士が争う必要がなくなった結果、そういったところでのその派閥の正当化根拠、必要なその必要性というものは薄れたということ、それからもう一つは、政治資金改革において、企業団体献金、原則として政党以外には禁じられた、99年までは政党以外も少し抜け穴がありましたけれども、ことによって派閥の集金手段というのが極めて限定をされた、逆に言えばそこで残ったところが今回のパーティーということであったわけですけれども、そういったことによって、この派閥の影響力、かつての平成の初めの頃の派閥と比べると、かなり影響力が落ちてきているというふうには思いますが、
ただ差は去りながらそれ以外の部分ですね、例えばそもそも自民党の総裁選挙というのはこれは国会議員を中心に選ばれているという以上、派閥的なるものというのはどうしても残ってしまうということがあるわけでありますし、あるいは先ほど新浪座長のそのお答えにもございました通り、この本来政党の在り方というのは法律で縛るよりもまずは党内で規律をしてほしいと。で、先ほど私も申し上げましたけれども、もう平成の時から自民党はそれをしなくてはいけないという自覚はあったわけなので、まあ、そこに任せていた。だけれどもそれは残念ながら期待外れに終わったというところで、いわば改革の不徹底な部分、そこの抜け穴が今回大規模に突かれてしまったということなので、私たちとしては再度そこへの注意喚起というか改革の必要性をお訴えしているという次第であります。はい、じゃあ、こちらが先で、その次ということで、その後女性の方。すいません、日本経済新聞の根本と言います。可能であれば佐々木共同代表にお伺いしたく存じます。平成の政治改革の目玉は小選挙区制の導入で、これによって金のかからない政治になると言われました。しかし30年経ってですね、これほど大きな政治とかね、あるいは裏金と言われるような問題が起こりました。選挙制度を変えることによるその政治の変化というものにですね、期待をしすぎたのか、あるいはこれを機にその選挙制度についても何らかの見直しが必要なのか、このあたり令和臨調としてこれから問題提起されると書かれていらっしゃいますが、今のお考えをお聞かせいただきたく存じます。はい、ご指名ですので、佐々木さんからどうぞ。はい、政治家の方々とお話ししてて、確かに金はかからなくなったということはしばしば耳にするところであります。ですから水準は どこに置くか分かりませんけれども、減ったことは確かということです。で、しかし選挙制度自体の問題というのは、それと一体ではないんだけど、議論を三十数年経ちましたのでね、議論するということ自体は、それから点検するということ自体は、臨調としてもいろいろな問題との絡みで、これからも検討することにしたいと思っております。で、選挙をめぐっては、先ほど公選法の話も出てます。諸々の課題が山積している状態は、政治資金制度とある意味同じような状態と言っちゃなんだけども、そういう面があるわけですから、ですから思い切って選挙制度、いわゆる狭い意味での選挙制度だけじゃなく、広い意味での選挙をめぐる制度ですね、これも合わせて検討するということになるのではないかと予想しております。私は出てきた成果を今や受け取る側になってますので、あんまりこうすべきだということを言うつもりはありませんが、決して何ももう議論しないということではないということだけはお約束できると思います。以上です。はい、それではその次、日本テレビの呉本と申します。よろしくお願いいたします。先ほど谷口先生はその野党各党については競って高い球を投げていると、でかつ実現できない理想を語るよりは実現に向けた道筋を描くものだとおっしゃったと思うんですが、それに関して野党間でもパーティーについてちょっと伺いたく、野党間でもパーティーの在り方についてはやはりちょっと分かれていて、野党第一党の立憲民主党は個人も含めパーティーを全面禁止するなど、かなり高い球を投げているという状況にあると思います。そこで少し抽象的な質問になってしまうかもしれないんですけど、
政治活動としてのパーティーというものはどのようなあり方が望ましいのかということであったり、パーティーという政治活動自体は、まあ、どのように政治活動の中で位置づけられるのか、そのような部分教えていただけますと幸いです。はい、じゃあ谷口さんどうぞ。はい、ありがとうございました。パーティーと言いましても一般の方が、まあ、もちろんよくもうご存知だと思うんですけれども、一般の方がイメージをするには宴会ではございません、ではなくて、これは政治団体が行う事業の一環ということで、あります。ですので私としては今回仮に政治資金パーティー、狭い意味での政治資金パーティーを全面禁止したとしても必ずやパーティー的なるものというのが出てくるんであろうというふうに思います。まあ、それは非常に政治家というのはクリエイティブな方々ですので、どういう手段をお考えになるかというのは私の想像のできる想像の域を超えてはおりますけれども、まあ、例えばパンフレットを作ってそれを非常に高く売るであるとか、あるいは講演会、本当の講演会を非常に高いこうあれですね、プレミアムをつけて売るであるだとか、まあ、いろんなそういったものが考えられる。まあ、ただこれは現在定義されているところの政治資金パーティーとは違うような形で行うというようなことが容易に想像されるわけであるので、ですので与野党ともにお願いをしたいのは、どうかこの問題、もちろん今回起きた政治資金パーティーをめぐる裏金事件の再発防止のためのですね、狭い意味での緊急改革というのは必要であるんですけれども、どうか問題を矮小化しないでいただきたいということであります。すぐ抜け穴が作られてしまうような絆創膏を貼るだけの改革には終わらせないでほしいということである。まあ、そういった意味において今回は構えの大きな政治とかね、全般のご提案をさせていただいているという次第であります。はい、それでは共同通信の鮎川と申します。よろしくお願いいたします。少し関連の質問なんですけれども、野党各党は企業団体献金の禁止に関して、まあ、大筋でこう禁止すべきだというところで微妙に主張の違いはございますが一致しています。ただ今日のこの提言、緊急提言だと、あと先ほどおっしゃったように実現可能性を追求しているということは承知の上でお伺いしたいんですが、企業団体献金についてこの項目でも直ちに禁止すると透明性を低下させかねないとか、まずは県連以上に限るというような表現をされてますが、まあ、中長期的あるいは将来的な部分を含めて企業団体献金の在り方についてどのようにお考えかお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。谷口さんと新浪さんから、新浪さんからそれではお話しいただいて、まず第一に今後のいわゆる献金、とりわけ企業個人そして団体とありますが、これはどうあるべきかというのは実はもっと議論しなきゃいけないなと思っておりまして、その大前提は先ほど入りと出という話をしましたが、政治には一体どれだけの何がかかるのかということ、その中で本当にそうであれば、つまり民主主義を守るための、もしくはそれをより消化していくための、そのためにコストがかかるというのであれば、そういったものはいわゆる国から出る助成金以外にそれをサポートする仕組みはあってもしかるべきではないかと思っているわけです。しかしその何に支出しているかということをもっと今回は絶対明確にしないといけないですよねっていう、これはまさにそこが国民として入りだけなくて、では一体どうなってんですかというところが分かり、そして私たちはその出が明確になることをきちっとやっていただき、そしてそこに本当にこういうものは必要ですなということになれば、それは一体誰がそのコストを見るのか、その必要ですなというところはまさに民主主義のコストとしてそうですなということであれば、それをサポートする仕組みとしての献金というのは在り方をしっかり考えていくべきではないか。その時には団体もあれ個人もあれ、そして企業というものがあるだろうといった意味で、私たちはそれなりに民主主義を維持するためのコストというのはあるんだろうなと、まあ、こういう想定をしているわけです。しかしそれをクリアに出のところもしていただかないと、はっきりとしたことも言えないんですが、個人的には私は例えば TPP をぜひやりたい、やるべきだ、そういうことは個人的もしくは企業としてやっぱり日本は自由経済の自由な貿易、そしてそういう中で発展すべきだというそういう意思があり、それを世の中の皆さんが見てそうだなというようなそういう意思があるのであれば、そういう献金もありなんだろうなと想定はしております。しかし繰り返しますが、出のところがよくわからんということであっては、じゃあ座ってのもんで献金はいいですなとも言えず、
しかし想定は民間民主主義をしっかりと堅持していくにはある程度のコストがかかるんだろうなと思って申し上げている次第であります。じゃあ谷口さん補足をお願いいたします、はい、パーティーの公開基準の引き下げと合わせてなのでありますが、透明化を進めるということによって企業団体献金実は一定程度減るのではないかと私は見ています。ガラス張りになる、それでもなお企業団体としてお金を出すということが国民の目の前により明らかになるわけですので、そこでもなお残る企業団体献金というのはいかなるものであるのかというのをよく見定めてからその次の方策を考えるということであります。今逆に全面禁止をしてしまうと、それが例えば潜ってしまうということですね、その企業団体献金禁止ということになってしまうと、その企業の役員さんが個人献金の形を取っていわゆる迂回献金をしてしまう、あるいは労組であっても組合員の皆さんが一人一人献金をするという形になると、実質的にその企業団体からその政治家に対していくら渡っているかっていうのは分からなくなってしまう、こっちのリスクの方が少なくとも現時点においては高いのではないかと私たちは判断をした次第です。はい、よろしいですか。手が上がっておりました。どうぞ。東京新聞の坂田と申します。今の質問の関連なんですけれども、30年前の政治改革で道筋をつけたものの一つに、この企業団体献金の廃止があって、そのセットで政党交付金制度の導入というのがあった上での、道筋だったかと思うのですが、改めてその政党交付金制度のあり方について、今のお考えを踏まえて教えていただけますでしょうか。はい、改革に出ておりました。谷口さん、さっきのご説明にさらに補足する点ありましたらどうぞ。はい、ありがとうございます。政党助成金制度についてもさまざまな問題点がこの30年間指摘をされております。政党ガバナンスコードの一番最後のところとも関連してきますが、記者の皆様もその年末のお忙しいところにというようなところもあるかもしれませんが、算定基準の問題で年末になると政党のごたごたが起きるとかですね、その数合わせによって、そういう政党というのが作られている、これが時によって別に具体的な政党名をも念頭に置いているわけではありませんけれども、政党交付金目当てではないかというふうに言われることもある。やはりこういうふうに思われてしまうこと自体が問題なのではないか。そして今回のように年間300億円の公費を投入されながら、このような緩いガバナンスということに対して国民はその300億円の税金の使い道として納得をしていない、こういった問題が出てきたからにはですね、減額とかそういった説明責任を果たせないのであれば、それなりのペナルティをあるいはサンクションを受けていただくというようなことも考えうるのではないのか。これまでは全くアンタッチャブルであった政党助成金に関しても一回見直す契機が、別にこれ全面廃止とかいうようなことを言っているわけではありませんけれども、制度の問題点と言われていたことに対して、正面から見据える時が来たのではないか、こういうふうに考えている次第であります。はい、こちらから手が上がっておりました。どうぞ。朝日新聞の藤田と申します。簡潔に2点お願いします。1つはパーティー券の購入あるいは開催のところで、現状その企業買う側からすると、参加そもそもしない目的で寄付する目的でパーティー券を買う、あるいは、開く側からすれば何ですかね、100% じゃなくて 10% ぐらいしか来ないことをあらかじめ見込んでパーティーを開く、資金集めのパーティーというのがあるかと思いますが、こういう問題は何か防ぐ、あるいはこういう問題についてはどのような意見をお持ちでしょうかというのが1点目です。もう1つ、新浪さんに上場企業のこの献金の説明責任について、欧米ではもっと説明し、どうしてどこになぜ献金するのかという説明を求めたり、国によっては議決を取ったりというところもありますが、日本では ESG の G データとして、献金額だけを、ごく一部の企業が公表している程度にとどまっていると思いますけれども、その企業の側も、特に上場企業がどういうところになぜ寄付するのかという説明する必要性、どういうふうにお考えでしょうか。はい、2点質問ありまして、1問目はじゃあ谷口さん、2問目は新浪さん、お願いいたします。はい、パーティー券についてのお尋ねがございました。この政治資金パーティーの問題というのは、政治資金を研究している者の間では前から
問題、まあ、潜在的な抜け穴として、意識をされていたことであります。まさにご指摘の通り、何枚売ったかというのは派閥の人にしかわからない、何人来るかというのは売上のまあ、何パーセントかに過ぎないわけですので、そこで裏金を作られても誰にもわからないよねということが言われていて、で今回このような形でそれがまあ単なる危惧ではなくて現実であったということが明らかになったわけであります、まあ、いわばもう献金と同じような機能を果たしているということが明らかになった以上は、一つはその公開基準も献金と同じ5万円に引き下げるということ、それからもう一つはその何枚売り上げたかというのの具体的な証拠が残る現金による売買というのは禁止をして、もし必要が生じた場合には、まあ、あるいは監査の仕組みができた場合には必ずということになりますけれども、実際の帳簿とその証拠というものを突合ができるための証拠を残してくださいというのが今回私どもの提言ということになります。今回その政党支部の献金というのは、まあ、これ事実上個人に政治家個人に寄付しているのと同等だから、まあ、禁止したらどうかというのが今回ありますけれども、そこを禁止してもやっぱりパーティー券がその今おっしゃったように、資金集めの機能があるとすれば、今まであの、まあ、5万以上公開されつつも、あの政党支部に寄付してた企業がそのまま今度パーティー券に移行するだけっていうような危惧はないでしょうか。具体的にはそれありうるというふうに思います。ですのでそこのところで違法行為が大規模に発覚をするということになると、これは次の段階での改革ということになってこようかと思います。まあ、ただ何にしてもそのパーティー券20万円から5万円に引き下げたという段階で、これはその国民の目にお宅の企業はあのパーティーに対して買っていたねということがより公開されやすくなるわけですので、その点においても企業団体においてはパーティー券を買い続けていいものかどうか再考する機会が今回出てくるのではないか、まあ、こういうふうに考えているとしています。はい、じゃあ新浪さんどうぞ。はい、あの上場企業につきましては、今後 ますますその公共的にこの意味が何なんだとか、社会性だとか環境とかいうこういう ESG 問題、すごく多分ここで出てくるだろうなと思いますね。まあ、今回を契機に見直しをしていく企業さんは多くなってくるだろうなと想定をしております。それはまあ正直上場であろうがそうではなかろうが、多分に上場の場合はガバナンスがしっかりあるという意味で、しかし非上場であろうと、そのいわゆる団体というところは今度はですね、誰がそれをじゃあここをやっている方々は是とするか、今上場企業の話は ありましたが、そうじゃないところも実はまさにメディアの皆さんがですね、本当にこの献金っていうのは公共性があり社会そして民主主義を支えるためのものなのかどうか、そのいわゆる英語で言うとレジティマシーっていうんですかね、そういうものはこれから問われるような、まさにそういうことになっていくというふうに私は思います。そういった意味で先ほど谷口先生がお話しされた減っていくだろうなっていう方向性はその通りだと思うんですが、それでもしていくっていうところは逆にどう皆さんが見るかな、そして国民がどう見るかなってことが必要であると思います。そしてその中で、ぜひともその献金が是とするのであれば社会性公共性、そういったものに資するものであるから、それはあえてノートにじゃなくてむしろそういうことはいいんじゃないかというような違ったお金というものに対する改革が、政治に対するお金というコントリビューションが変わっていく、ちょうどこれからの端境期になり、まさにいい方向でお金が使われ、お金が出てって、そしてまたそれが支出されるという、そういう大きな改革になっていかなくてはいけないと思います。先ほどの上場企業も実は上場企業から団体に献金して、その後献金しているものもあるわけで、そういったものも一体何に使い、それが是とされるかどうかというのは皆さんそして国民が判断できるような仕組みを作っていく必要があるんじゃないかなと、このように思います。透明化についてはどうですか。その点今はなかなかそうか知れないところがあります。まさにそこが支出をしたときに何でしてるんですかっていう、今度研究した方のやっぱりなぜっていうことも必要だし、皆さんからもなぜということを問われ、かつ政治の方もこれ何に使ってるんですかということが分かるような透明性というのは担保することが必要で、そのためにはこちらにも書いてあるようにデジタル化というのがすごく重要で、内容性ができるとか、まあ、そういうことが重要なんではないかなというふうに思います。はい、
よろしいでしょうか。時間が参りましたけれども、最後にこれだけはということをおいででしたら手を挙げていただければ、最後の一問。よろしいですか。それでは予定といたしました時間になりましたので、記者会見をこれで終了いたします。ありがとうございました。